シャラムダジャーハオチョネミダ天国ウ夫人です。今日もね、陰を掘りながらつらつらと掘り語りでございますけれども、今日はなんと掘るかと言いますと、家中に服ありとね、えー、災いの中にも服があるという。 でございましてこれもいつものようにインスタグラムのハッシュタグ8時だよ全集後の中の課題でございますけれどもおまあねこれちょっとねこの渦中に服ありとこの言葉を彫りながらねまあいろいろ考えちゃったわけですよまあちょうど今のこのね こういう状況では、あーにふさわしい言葉ではあると思うんだけれども、この渦中に服あり、災いの中に服があるんだよっていうのは、災いの中にこそ服があるのか、それとも、災いの中にも服、いいことはあるんだよって言ってるのか、あそこら辺でちょっとね、非常に考えちゃったわけですよ。うん 災いの中にこそ服があるんであれば、服の中にこそ災いがある的なね。そうすると、災いは服であり、服は災いであると。そうすると、災いが服になったんだら、その服の中にも災いがあると、もう訳わかんなくなってきちゃってですね。まあそういうこんな複雑な話ではなく、単純に辛いことがあって、なんかいろんなことが災いがあっても、その中にもいいことはあるんだよという慰め の言葉なのかあーとねはたはたと考えてしまったわけですよんで災いとは何だろうってさ思っちゃってさ今まで起こった自分にとっての災いその中に服はあったのかなみたいなことも考えるわけですよ、うん、まあねえー、運動会で、えー、すっごい楽しみにしてた子が 雨降っちゃったら、もうめちゃめちゃ災いなわけで、その雨っていうのはね。で、えー、もう一方ね、えー、運動会大嫌い。僕もそうだったんですよ。運動会大嫌いでして、スポーツできる子はいいなと。自分はただこの講習の面前でね、恥をかくためにこんな人を集めてね、これは本当公開見せしめではないかと <laughs> 僕は思ったぐらいですよ。本当にね、この気持ちわかる人いるだろうな。運動会のこうもうね、大勢の面前で、えー、自分の の無能さをね、えー、もうまざまざと見せつける、この何ていう公開処刑的なあイベントですよ、もう雨降ったらもう大喜びですよ、本当にね。えー、そういう子たちにとっては、あね、雨というのはあ恵みの雨であり、うんね、あとは、 農家の人たちにとっては、あのー、ね、ずっと天気が続いて、えー、なかなか雨が降らなかったら、もう本当に恵みの雨になるんだけれども、それが雨がずっと続いちゃって、ね、稲作が全部倒れてしまうと言ったら、これは災いになるみたいなさ。まあ一つの愚象をとってももうね、もう災いなのか服なのか、あーで、えー、一つね、だから雨を降らせれば運動会大好きだった子にとっては、あもう大不幸になり、えーね 雨を降らせればあこの会大嫌いな子だった子たちにはね、えー、ものすごい恵みの雨になるっていうこの一つを立てれば一つが立たずみたいな感じでさあ一つのこの愚瘡の中でものすごく複雑なあこう入り乱れたものがあるんだよ。<laughs> うん、だ神様も大変だよね。だからもうそうだから、そうだから、あの、もうこう言っとけば、うん、あの、福、あの、災いの中には福があるんだとお。あなたはちょっと辛いことがあるかもしれないけれどもね、えー、それによって誰かはこれを、おね、恵みがもたらされてると。おですからあ、あんたにはまた別の福を与えますんで、その時までこれは災いとしてちょっと我慢しててくださいみたいなことなのかな、みたいなね。<laughs> まあなんか なんかね、えー、全問答的なところに掘りながら陥っていく言葉で、まあでも毎回そうなんだよね、この四字熟語とか二字熟語とかいろいろ掘ってるとね、えー、まあ今まではもう普通に考えもせず使ってたような言葉がですね、なんかどういうこっいみたいなことになってくることはよ,よくあるううことでございましてですね。 まあ、そんな中で、えー、掘りながら、ああ、あの、あっち行ったりこっち行ったり、脳内が動きながら、あこの印を掘ってたわけですけれどもね。えー、まあ、今回ちょっと掘ってるの、家中に服ありなんだけれどもね。まあ、見たらあ、あるも中もないではないかと。だからあ、災いという字の中に服を入れてしまうと。まあ、パッと見たら、あ家福という、それだけの言葉になってしまったんだけれども。<laughs> えー、とりあえず、あのー、服をですね、えー、あの、 災いの中に入れてしまだから逆もあるんだよねきっとね「腹、えー、中にかかりみたいなね「<laughs> 幸せだけどお前それ幸せの中にも不幸あるんだぞ」みたいな「災いあるんだぞ」みたいなねうんそんな感じですね。うん で、この、お主文で掘ってるけれども、今回もお枠をちょっとね、取っ払いまして、えー、掘っております。この枠というのはですね、えー、主文ね、今主文で掘ってるけれどもお、その、天国において、えー、ものすごくう重要な役割をお果たしていくんだけれども、おまあね、えー、それを取っ払ってしまえばですね、えー、そんなことは <laughs>、あの、ないという感じでございますんで、えー、あの、なんとなくね、この枠がないとね、 おしゃれに見えると僕はね、えー、そう思ったりするわけなんだけれどもどんな感じでしょうねうんまあ今、あのー、この災いの真っただ中本来はね、うん、本来というかあ今はね多くの人にとって災いの真っただ中あそうした時に、えー、何が服かなと自分の服をこう探すわけでだけれども、うん、自分にとってはこういう状態で、えー、まあね、えー 家中のもかつたのもう本当に店の売り上げが激減でガタ落ちで、えー、もうどうしようもニッチもサッチもいかないぞというパニック状態に陥ったわけですけれどもまあある一方ではこの YouTube をね、うん、始めるうまあその このコロナ前に YouTube は始めてるんだけれどもさ、あその時このこういう時期になって本当に仕事が全くなくなった、あそれに合わせてもうひたすらあ動画を撮り続けることができたということに関してはね、服、えー、でございまして、うんまあ、この YouTube というものがなければ、ですね、えー、僕の存在というのは本当にいい世の中ではあ、ね、全く知られてない無名な状態だったんですよ。うん まあ、あこの、それまでもね、テレビに,に出たり、あとは、その、SNS だったり、ブログだったり、そういうところでの、何ていうか、自分の存在を示すということはあったんだけれども、こう、この YouTube というのでね、ガーンとこう、やって、 た時のこのこ反応というかね、えー、いろんなものがちょっと違うなっていうのはもうまざまざと感じたあー YouTube なのでね、うん、自分にとってこう知名度がグワッともうやっぱり、えー、こ,うこういう仕事してるとさあどんなにいいものを作ったとしてもねまあ自分にとってね、うんうん、うわいいのできたなと思ってもお誰も見てくれないとですねもうそれは世の中には存在しないもう当然みたいなところがあるんだけど こうやってこう世の中に自分を訴えていく場があるというのですね、えー、それはもう本当にありがたい。 ねえ、話であって、えー、しかも無料でできてしまうっていうね。うん、その状態にね、この、こういう状況ではなければこんなに集中して、えー、何かあー動画を撮るっていうことはできなかったからね。うん、自分にとってのこの、災いの中には服はあるという、 ことまあ,あ、まあ、その中でものすごい不幸が起こってね。うんそうすると、災いしかねえじゃねえか、服が全然ねえじゃねえか、みたいなさあ。そんなこともあったりするよね。ただ、長い目で見るともしかしたら、ああ、その中には服があったんだな、みたいなねうん。今の自分では、もう壮大なね、地球規模の目で見たら、 その中にほら、いっぱい服あるじゃないか、みたいに思えたりするけど、その、お家中の中にいるとですね、もう全くそれは、あもう、す見えないことになってて、んで、あと、年を取ったりするとお、かなり鈍感になったり、もっといろんな経験をして、えー、そのお自分が思ってた不幸っていうのが、もう、なんてちっぽけで <laughs> なんて思ったりするよね。<laughs> まあ、小学校の時はもう本当にいい寝坊してね、遅刻しそうになった時は、あで、走りながら、 もう半べそかきながら遅刻するって半べそかきながら学校にねランドセル揺らしながら走ったあそんな記憶はありますけれどもね今から思えばそんなに、えー、もう世界中で一番不幸だと思って走ってたからね、えー、<laughs> そんなことはね今思えばね不幸でも何でもなくてですね <laughs> もう本当にほのぼのと平和の一部分でしかないんだけれどもさその当時の自分の状況においてはですねもう本当に 世界中のどんなあ、ねえー、人よりも自分が今一番不幸なんだと思って誰か変わってくれみたいな感じで生きてきたわけだけれどもさまあ今こう40過ぎ50が近くになってきたって。 としてもですよ、うん、まあまあこの先人生長い、まあ、ね、えー、まだ何年も生きる、うん、その後何年かしてみれば、今僕もこうやってね、その店の経営だなんだっていうところで、ああ、これはもうやべえな、この今のこの状況は不幸だなとか思うかもしれないけれども、あ、う、と、ん、ね、後々になってみると、意外に、ああ、それをほらいっぱいこんないいことあったじゃんみたいなさ、うん、思ったりするよね。ただね、えー、そうやって言えてるのは本当に気楽。 な感じだだからだけれどもさあこの本当に本当にねつら、えー、いことが起こった時にその人たちに「えー、このー家中に服ありだよ」っていう言葉を与えられるかっていうといやなかなか難しいよね本当にそれはもうとても言える言葉ではないんだけれどもだからね、えー、本当にこの言葉っていうのはあう ものすごい不幸の中にあって、えー、これを感じれた時に、初めてこの言葉の深い意味を知るっていうことではないかなと思う。ただ僕にはまだそこまでのね、何、えー、て言うか、経験も何もないかなとか思ったりするわけです。ということで、えー、今日はね、渦中に福あり、えー、災いの中に福、えー、を埋め込んでみましたということでございます。ではまた次の動画で会いましょう。チェン、バイバイ。